こんにちは、薬師時間法です。今日ご紹介する前後はこちら。一行三昧です。どんな意味かと言いますと、一つのことに専念しようです。あれもしなきゃいけない。これもしなきゃいけない。慌ただしい日々に追われていると、次から次へと目の前に飛び込んでくる。すべてをうまくやろうとすると、 いつしか余裕がなくなって雑になったりミスをしたりして抱えきれなくなるそんな時は一呼吸を置いてまず一番大事なことから目を向けていこうそしてその一つに集中しやりきることで案外スッと次に進めるもの焦らず一つのことに専念していこう